Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。12月29日火曜日午後10時になりました。2020年も最後の放送になります。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。またね、名古屋の方は年末年始雪みたいなんですけどね、皆さんね、お体の方ねお気をつけください。マスクマンでございます。はい、スタジオ入りするまでおせち料理の仕込みをギリギリまでやっていた味噌煮込みスキーと、今日ですね倉庫型のスーパーに行ったんですけども、はい、いやーすっごい人でですね、いやーもう暑く、こんな寒いのにもうほてってソフトクリームを食べたダンサーズでございます。アイスクリーム好きだよね。はい、ね、はい、今日はそんな3人がお届けする、はい、今年最後の放送です。はい、はい、今週のテーマは今年やり終えたこと。今週のテーマは今年やり終えたことです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力をフリートークするコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、こちらの提供でお送りいたします。今週のテーマは今年中で終えたいことです。はい、キウナゴヤの皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜の今年最後のテーマ、今年中で終えたいことといってもあと残り2日ですよね。ということは家の掃除ですね。昔テレビの CM でありましたね。今年の汚れは今年のうちにって、できるだけ綺麗な状態で新年を迎えたいですよね。でもすでにやりそびれたことがあります。それは鏡餅の準備です。末広がりの鉢のつく日に準備すると良いらしいじゃないですか。昨日朝から意識したのですがうっかりしていました。キウナゴヤの皆様、今年も楽しい番組ありがとうございました。来年も楽しい番組をお願いします。ありがとうございます。鏡餅の準備、うん、8日の日にやるんです。あ、そうか、28日ですもんね。そうですね、うん、はい、ね、昨日です。昨日そう買ったんですけどまだ飾ってないんですよね。うん、あれ王子のところは、いや全然そういうあれがないですね。そのフェスティバルというようなね、そういう感じが何もありませんね。今年は特にいや鏡餅とかやらないの。なんかちっちゃいのがね、あの、うん、羊が持ってきて飾ると思うんですけど、うん、あ、もう羊に任せて、ね、王子は意識してないのね。もう王子も今年ね、もうあんまりそういうあれがないんですね。うん、あのクリスマスもね、うん、あの正月もあんまり雰囲気がね、
なかなかこうね、外に出てても伝わらないもんですから、うん、もうじね、本当にね、巣ごもりでございますよ、本当に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 なんだかお正月感がないアレックスです。今年の目標は、いつも通りの 100冊本を読むんですが、また84冊しか読んでなく、間に合うかなと、16冊は絵本にしていいかな、掃除はもう終わったから、今から放送大学の試験勉強です、ということなんです。おー、すごい。すごいですね。いや、でも、すごいですね。80何冊読んでるって。84冊。いや、もう、ね、王子何冊読んだ今年。え本。本よ。いや、今だってあんまり本読むときないですね。なんかこう、ヤフーニュースとかね。うん、そういった本は、ね、本は読んでないですね。本は読んでないですね。見る方は見ますけどね。絵本？え？いや、実写版ですよ。いや、もういい、深く追記しません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お三方さん、こんばんは。フルムン真一です。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。今年中に終えたいこと。まず一つ目が仕事です。今年中というよりは、この休み中にたまった仕事をできる限りこなして、年明けに楽になりたいです。二つ目が体調不良ですね。ある程度原因が分かったので、ひどかった時よりだいぶ回復しました。この調子で来年は楽しい一年を過ごしたいです。来たる2021年はお互いに良い年になることを願っています。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、体調不良で原因が分かったっていうのはいいですよね。なんか、うんね、もう治すっていうか、その回復する方に向かってるから。そうなんですよ ね。だから年末年始でまた病気になるとね、うん、ね、お医者さんもね、開いてるとこ開いてないとこありますので、うん、大変ですもんね。ね、しかもこのご時世うっかり熱も出せないですよね。そうなんですよ ね。吐いたくなっても困りますからね。ねえ、本当に。本当ですよね、うん。ちょっとしたことでもね、大変ですよね。ねえ、もう本当に気をつけていかないとね。はい、そういえばですね、歯が痛いというのは、某リスナーさんで塗装業されてる。はいはい。はい、うん、あの方がなんか歯が痛くなって、抜いたんですよね。うん、なんかでも、何本か抜いてるけど、大丈夫なのかなと思って。え、3本ぐらい抜いたんですかね。ねえ。ね、あんまり歯抜くのってよくないっていうか、体力消耗しますもんね。そうですね。そうですよね。お餅食べれなくなっちゃうよ。いや、お餅は。お餅食べた後に抜けちゃうかもしれない。ああ、一緒に。一緒に。はい、それは大変。はい、じゃあ、いいですか、はい、じゃあ、マスクもお願いします。はい。はい、泉さんの特急サザンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年中に終えたいことはありませんが、すべて昨日で終わりました。あとは素晴らしい。そうですね、うん。あとは年始を迎えるだけです。1月2日からの沖縄楽しみにしたいと思っています。うん、では良いお年をお迎えください、うん、ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう2日からまた沖縄行かれるということですね。ね、泉さん、特急サザンさんはほら、お母様が沖縄出身なので、うんうん、多分ね、まあ身内の方がいらっしゃるんで、そうですね。ってことですよね。はい。あーすごいな、ね、昨日中に終わったってすごいですね、うん、すごいですね。ね、もううちなんて全然終わってないのに、うん、てか毎年そんな感じなんだけど、はい、もう王子は全然そういうあれがありませんね。何もうさすが王子だね、もう構えてるのね。そうそう、でも冷たい視線がね、あでもちょっとね、かなりたくさんありますのでね。冷たい視線があるのに無視してんの？いやいや、もう小さくなってですね。だからお城から出れないんですよ。でもやらないんだね。掃除はしないんですか？掃除してる暇がないですよね、うん、本当に暇がない、うん、暇がない、うん、そうなの？だからよくね、だってお仕事っていうか、ほら公務が終えた後どうしてるの？公務が終えた後、うん、くっちゃねしてますよ。そりゃ冷たい姿勢になるよ。また高カロリーなものを食べてますからね。またちょっとこう、ね、つい先週まで痩せたかなと思ったんですけど、はい、元通り今週ちょっとまた危ないって感じですね。本当、もう何週で変わるんだね。そうですそうです。はい、次いきますね。はい、はい、皆様こんばんは。四国徳島のバーモントです。あ、ご無沙汰しております。ありがとうございます。ありがとうございます。さて今夜のテーマ、今年中に終えたいこと。ただいま年賀状を書いています。
出す数は少ないのですが、印刷された文面だけでは味気ないので、一枚一枚それぞれに自筆で年頭の挨拶を書いています。といっても、いつも会う友達から職場の上司、さらには年賀状でしかやり取りをしないご無沙汰の方まで出す方の範囲が広いので結構大変ですが、今夜中に書き終えて明日郵便局に持っていく予定です。ではでは皆様良いお年をということです。ありがとうございます。年賀状書いた？うん、年賀状は、ですね、また違う、最高位のですね、おつぼね様がいますので、その方が、書いております。あ、なるほど。全部人任せなんだからもう。なかなか王子しないですよ。さすが王子だ。あとね、最近ではメールとか、ね、うん、LINE とかでこうね、お祝いのメッセージですか、うん、やられる方が多くなったっていうのは聞きましたけども、うん、はい、うん、やっぱり、王子と関係のところは、一応手で書いてということなんですけども、うん、私は一切書いたことがございません。でもあんまり人のこと言えないのよ。なんかここ数年ね、元旦に書くスタイルなのね、私。うん、うん、そうそうそうね、うん、そうだね。だからそのなかなかちょっと今難しくて、うんうん、若いね、方々はよくもうね、その、LINE なんかとかこの今あれ SNS ですか、なんていうんですか、今ね、職場でも個人情報の関係であんまり住所をやり取りしない、うん、それでなんか出さないみたいな。昔ってそのそれこそ会社の中の名簿ってあったんですよ。うん、でも今、このね、もう本当に、この、ここ数年、その会社の名簿っていうのがないんで、うんうん、もう、年賀状出しようがないんですよね。ああ、そうですよね。そうそう、わざわざ住所を聞くかって言われると、うん、もうその、仕事の中の LINE グループがあったりとかするんで、うんうんうん、そこで住んじゃったりとかして。まあそうですよね。ね、なかなか住所がね、こう、まあ、表にないって言い方変ですけどもね、わからないとね、うん、送りようがないですね、うん、贈り物もね、送ることができないですから、うんうん、まあ、こちらに来ることもないんですけどね。あ、昔は貢ぎ物がいっぱい来た、はい、そうなんですよ、ね、あのね、貢ぎ物って言ってね、この時期ね、うん、カレンダーがね、うん、たくさん昔はね、来てたんですけども、ね、王子の特別室にもね、4冊ぐらいですかね、もうペタ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 貼ってあったんですけど、はい、うん、今一つもございませんね。最近カレンダー本当にね、なんかもらえなくなりましたよね。うん、カレンダーといえば、あ、そうそう、なんですけども、うん、はい、そうなんですよ、はい、直樹屋さんのカレンダーが届きました。ありがとうございます、うん、ありがとうございますありがとうございますはい、で、その付箋で何か書いてありますね。あ、これね、メッセージもついてたのですよ。はい、2021年もよろしくお願いしますって直樹屋さんから。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ゲストにも出ていただきましたしね、うん、またまた来年もね、いろいろ出ていただけるんじゃないかなと期待してます。まあね、まあ、ただトークがね、また滑るんじゃないかなという気がしますけど、ね、だってこの間出た時ダブル滑りって言われてたんだ、はい、ダブル滑りって言われてましたね。それがまたいいじゃないですか。ね、直樹さんにはね、うん、王子の大冒険というね、新しいね、曲を作っていただくね、お約束をしないといけないもんです。王子の大冒険。二人にして共通してることがあるんですよ。何、うん、滑りに自覚がないという。そうなんだよね。こんな自覚がない。いや、自覚がない。いや、そうだよね。滑るつもりで話してないもの。これね、王子もそうだ、そうですし、うん、直樹屋さんもね、自覚がないんですよ。いや、もうこれはね、もう天性のね、生まれ持ったね、うん、はい、感性でございますからね。感性ですか。うん、ふざけるなー。ツイキャスいきますかね。はい、鶴ヶ島のカーズ兄さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。おかちからもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。あと少しで2020年終わりですね、って。そうですね。大勝力持ちさんのね、今年中に終えたいこと、掃除、年賀状、簡単な上月飾り、鏡餅を買う、たぬきそばを買う、今のところこんな感じですね、ということで、うん、頑張れば終われそう。あ、でも年賀状が結構枚数あるのかな、うん、ですね、はい、スプリームさんがね、はい、こんばんは、今年中に筋肉痛を解消したいですっていうことで、あ、今ね、何でしたっけ、インストラクター、はい、ね、
やられてるんで、うん、ちょっと筋肉痛なのかな、うん、なんかいろんなことのインストラクター、ね、いろんなことのっていやいやいや、はい、何だったスキーだったっけでしたっけはい、ね、はい、ということです。はい、はい、じゃあ CM いきますか。はい、じゃあ CM、 はい、CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、このね、うん、今年やり残したことっていうことでね、はい、ちょっと愛知岐阜三重の話のやり残したことのお話をします。はい、でね、私は今年ね、紅葉でちょっと岐阜の紅葉の曽木公園っていう紅葉の綺麗な場所があるんですけど、そこをね行けなかったなと思って。うん、なんですよ、うん、はい、あとはね、伊勢神宮に行きそびれました。あ、うん、はい、って感じですね。あのね、王子もね、この高蘭系ですかね、うん、愛知県はね、うん、で紅葉、うん、を見に行こうかなっていう話があったんですけども、うんうん、結局ね、なかなかその時間的なものがね、皆さんちょっと合わなくてですね、うん、紅葉が終わってたぐらいにね、うん、行けるかなっていうような状態になりましたので、それはちょっと見合わせてたんですけども、行きました。いや、結局行かなかったですね。行けなかった、うん、見合わせたんですけども、うん、ただ王子のねやり残したことはね、ね、ムダ毛の処理かな。ムダ毛るなー、これね、ちょっとね、いろいろこうムダ毛の処理がしたかったんだけどね、うん、したかったの、うん、それがね、なかなかね、まあ、やろうと思えできたと思うんだけどね、うん、で、それをね思いながらもね、別にだって明日でもできるじゃないの。それがなかなかできないんだよね。やり残したっていうことじゃない。いや、でも、ね、頑張ればできるじゃん。いや、丁寧にやらなきゃいけないからさ。そうなんだ。だから、お黙り、ね、それはね、どこかに通ってやるわけじゃないんですよ。自分でやるのはね、なかなか大変なんですから。だから自分でやるんだったら、なおさら時間とか、ほら、予約とかしなくていいから、いつでもできるじゃない。そう思うでしょ。それがなかなかできないんだよね。お黙り。それがなかなかできないんだよね。ダンサーズのやり残したこと。あ、今日で、テーマですね。今年中に終えたいことっていうことなんですけども。うん。うん、はい。あれ、やり残したことじゃないの？今年やり残したことになってる。本当。うん、今年中に終えたいことなんですけども。終えたいこと。うん、会社の車が今、うん、あるんですけども、その車すごくですね、今、うん、
か後ろが紙だらけになってまして、うん、これをですね片付けてシュレッダーにかけること、うん、ああそのいろいろなその紙ってあれですね、うん、ペーパーの方ですね、もうでも、うん、ペーパーの方、もう仕事納めじゃない、うん、いや収まってない収まってないの知らんよ収まってないよ収まってないまた会社の車に行ってやらんといかんな、はい、そうですね、あとはですね、うん、でもなかなかねこう出かけるチャンスがね今年は少なくなってますので、そうね、あとね、はい、やり残すことじゃなくって、うん、今日なんかメールがこうあれですね、うん、ごめんなさい、メールじゃなくてテーマがですね、はい、テーマは、うん、あれなんだよね、やり終えたいことだもんね、今年中、じゃあ今年中に終えたいことになってるけど、でもなぜか、うん、なぜかね、うん、Q シートのね、うん、コーナーは今年やり残したことになってるのよ、あ、本当ですね、うん、だからそれですごい Q シートに基づいていって言ったらなんかちょっと違うなと思いながら、はい、失礼しました。でもやり残したことはね、でもいっぱいあると思うよ、本当に。うん、ねえ、うん。でもあと2日しかないからね、終えれるものってあと何だろう。終えれないね、もう年越しですよね。とりあえずおせち料理の準備は頑張ろうかなと思ってます。はい。はい。はいはい、ということで。はい。強引だな。強引だな。はい。名古屋は栄養でした。はい、メールいきたいと思います。はい、お願いします。はい、銭形警部からですね、ありがとうございます。ございます。今年の1月初めにとってある大切な人の誕生日にケーキのプレゼントを送れなかったことができずやり残したことですね。ゼリンガトキーブはこの女性関係のお話が多いですね。女性関係のお話、なんか先週もそんな感じだったですよね。そうですね。去年10月後半から負の連鎖が続き、今年の初めは1万円にも満たない貧乏生活のスタートとなり、ある大切な人にケーキをプレゼントすることができず、ラジオ番組のおめでとうメッセージだけしかできませんでした。ほう、ほら、今年の新年は間もなくある大切な人の誕生日なので、直筆メッセージを添えたバースデーケーキを必ずプレゼントします。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、本年もメッセージ採用ありがとうございましたということなんですが、すごいなんか、ね、この気になっちゃう、気になっちゃう方に、うん、必ず、うん、バースデーケーキを送りますってことですね。ね。あら、まあなんかロマンティックな話でございますね。うん、ねえ。まあ、うん、気をつけてくださいね。いろんな意味で。いろんな意味で気をつけてください。なんだ。はい、じゃあ次いきますね。はい。はい。ラジオネームおばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。本日のテーマ、今年中に終わらせたいこと、やっぱり大掃除でしょうか。今年の汚れ、今年のうちにということで、あ、また音痴になっちゃった、うんうん、今年の汚れ、今年のうちにということで、うん、はい、明日明後日の休みで終わるかな、うん、来年は穏やかな良い年になるといいですね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、今年一年楽しい放送ありがとうございました。良いお年を迎えくださいね。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、やっぱりみんな、うん、そうよ、今年の汚れは今年のうちによ。うん、ということは、ね、あの、うん、王子はあれ、あの、今年の滑りは今年のうちにってこと？じゃあでも来年も滑るでしょ？おだまり。それはですね。滑ってるかわからないんだもん。あ、そっか、自己肯定でもね。もうで今年ね、あの1年はね、うん、特にあの滑りが少なかったですよね。そう思いませんか？また早い。おだまり。でよくダンサーズがね、あのね、あの教養番組ですよっていう、ね。いやだってさっきまで直木屋さんとダブル滑りと話したばっかりじゃない。え？
しかも2人とも自覚がないって話したばっかりじゃん。勝手に今企画したんですけど、うん、直樹屋さんと2人でずっと喋り続けたらどうですか。いいですね、僕らはもう黙ってます。いいですね。黙ってますので、うん、2人で何か喋ってもらう、うんうんうん、もうフリートークでも全然いいでしょ。名古屋は栄養コーナーとか全部飛ばしてね、うん、飛ばし全部、あでもゲストコーナーの時はないんだったけど、いやもう全部もう最初から入ってもらって、うん、でそっからもうずーっと滑りトーク、久しぶりにね、うん、ね王子のね、うん、滑りナイトが始まっちゃうよね。あーねちょっとじゃあまたねまた企画しましょうか、企画しましょうかってか、ね、ずっと滑りっぱなし でまだ直樹屋さんの許可ももらってない、うん、でメールもいただいて、まあ、メールもですねテーマも設けますけど、うん、苦情などもリアルタイムにいただくということで苦情で、はい、苦情殺到になっちゃう。え苦情ではね、はい、まあちゃんとそれに、ね、対応したね、はい、お話をしますので、まあちょっと滑りないともじゃあ来年は考えましょうかね。企画しようかと思います。はい。はい。ということでエンディングです。エンディングです。来週のテーマは？来週じゃないですね。あ、間違えた。まあ、来週なんですけど、来週だよ。まあ一応言いましょうか。じゃあ2021年1月5日のテーマは夢ドリーム。1月5日のテーマは夢です。初夢、正夢などのエピソードいろいろお送りください。本年度キウナグヤにご協力いただきましたスポンサー様のね、うん、ちょっと、はい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 、お願いします。お願いいたします。はい、きちっとお話しますので、はい、ね、本年度はどうもありがとうございました。ありがとうございました。提供クレジットいきます。はい。陸上心して読んでよ。もうね、もう終わりだと思うとね、もう涙が高切れて。読んで。はい。陸上、海上輸送一貫サポート、東海共和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。ぴょんぴょんさんですね、はい、今メール来まして、はい、今実家の大掃除で帰ってきましたということで、はい、はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。そしてスポンサー今年度も桐生名古屋にご協力いただいております、はい、スポンサーさんありがとうございました。ありがとうございます。そしてリスナーの皆さんも、たくさんメールありがとうございました。ありがとうございます。来年も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。滑るテーマちょうだい。はい、ね、ということでね、こうやってね、うん、頑張って1年いろんなことがありましたけど、番組やっていきました。はい、さあ来年も頑張りましょうね王子。そうだよね、うん、もう何まともにやるとね、うん、言葉が出ません。もうなんかね、ちょっと涙ちょちょぎれてるような感じに聞こえたでしょ。いや、うん、でもそうじゃなくてね、詰まってしょうがないんだよね。もういいの最後のザリ。はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。では、来年は1月5日です。また会いましょう。良いお年を。だからもう、あれだった。どうぞ。もう今言っても遅いもんね。いや、はい。ツイキャスをご覧の皆さん、ありがとうございました。はい、じゃあ最後の閉店ガラガラいきますよ。閉店ガラガラ。また来年。さよなら。またね。